おはようございます。笠木正義です。えー、本日も最近気になるニュースをご紹介してまいります。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。それでは参りましょう。ヤジマストリートパイロット版第13弾、始まります。 クラブの少年のの夏は今のテーマソングに乗りましてスタートいたしました YouTube ラジオ矢島マスリートパイロット版第13弾えー、ねえ先日からずっとですね大きいテーマを設けずに最近気になるニュースということでやらせていただいております本日もえー、世界のニュース日本のニュースをですねご紹介をさせていただきたいなというふうに思いますどうぞ最後までごゆっくりとお付き合いください それではですね、まず最初のニュースをご紹介をいたします。まずはこれはアメリカからのニュースでございますけれども、えー、っとですね、マクドナルドが11月3日から植物由来の代替肉を使ったハンバーガー、マックプラントをアメリカ国内の一部店舗で試験的に販売すると、えー、環境問題への意識が高まる中で。 温室効果ガスの排出が少ないとされる代替え肉の普及が加速するかどうかが注目されていると、えー、マクドナルドの発表によるとパティは代替え肉を扱うアメリカ新興企業ビヨンドミートと共同開発をしエンドウ豆や米じゃがいもで作られているということですねそのパティをトマトやレタスピクルス玉ねぎマヨネーズケチャップ マスタードアメリカンチーズと一緒にゴマ付きバンズで挟んで提供をされると11月3日から期間限定でカリフォルニア州やテキサス州など8店舗で試験的に販売されるということのようでございますいかがですか大害肉うんついにそういう時代がやってきたんですねなんかねこの書き方によるとんなんかこの環境問題への 配慮が主たる要因のような書き方はがされてるんですけど大え肉の話ってこうなんか日本では馴染みないですよねっていうか大え肉っていうだけじゃなく気持ち悪いっちゅうような気がしますけども実はね海外ではねなんでそうでもないかと言えるかというと僕ねまあの毎日以前もお話ししたかもしれないんですけど。 オーストラリアにあの長女が今も留学中なんですねで、えー、っとこのコロナが始まる前にまあ偶然なんですけどあのオーストラリアに遊びに行ったんですよで、えー、遊びに行ってですねで、えー、っとシェアハウスみたいなところに <laughs> 住んでるので彼女のそのルームメイトも一緒にですねいろいろオーストラリアのブリスベンを案内をしてもらったんですがその、ね、クラルームメイトがね ビーガンなんですよねでビーガンでおまけに小麦粉アレルギーでですねそれちょっと聞いたんでねこれ食べるもんかなり制限されるなと思ってたんですまあ要は肉魚食べられないしおまけに小麦アレルギーっていうことだから小麦使ったものなんか食べれないんですよで、普通に考えるともう日本だったらどうでしょう まあほとんど食えるもんないって言うたら申し訳ないけども少なくとも何かこう日本の誇る美味しいものまあ言うたらたこ焼きアウトですわなお好み焼き小麦粉使ってるからアウトえーお寿司これ魚使ってるからアウト当然のことながら肉系は全部アウトみたいなねそういう風に思ってたんですがところがねでその ールームメイトなんかとうちの娘と一緒に、まあ、いろんなところも連れて行ってもらったんですけどそのね食い物に苦労してる雰囲気が全然ないんですよ。でねこれなんでかっていうと結局ねこの代替肉っていう言い方をするとなんかこうなんでしょう気持ち悪いっていう気になるんですけどそういうね食品がものすごい実はねオーストラリア。 もしかするとアメリカなんか、今のね、マクドナルドの話もそうですけど、全世界的に言うとね、あるような気がするんですよ。普通にハンバーガーショップに連れて行ってもらったんです。ほんなら、食べるもんあるんかいなと思ってたら、まあ、いろんなハンバーガー、なんで、ね、まあ、それこそ、テリヤキなんかもね、あるんですよね。あの、日本語で、日本語でテリヤキちゃうな、英語でテリヤキって書いてるような、まあ、要は味はいろいろ違うんですけど、 ハンバーガーショップでね。で、出てきた、見ると、普通にめちゃくちゃうまそうなハンバーガーなんですよ。お肉も。でね、これまあ言うと怒れるかもしれないですけど、日本のマクドナルドの、あの、あの、肉 <laughs> あの、肉ってね、パティって言うんですかあれね、なんか薄っぺたいね、ペローンとしてて、なんかこう、みんな同じ形でね、 ほんまの肉はツコてるんやろうけど、なんか逆に怪しいやないですか怪しい言うたら怒られっけど。逆になんか肉っぽいことないですよね。あの、そんなんと違うんですよ。そのオーストラリアで食ったハンバーガー。もうね、なんていうの粗引きのひき肉を、こう、こねました。みたいな、どう見てもそんな形なんですよ。パテが。ところが、その、 ビーガンのルームメイトが食えるっていうことは、それ肉やないんですね。間違いなく。ところがね、もうどう見ても肉なんですよ。で、厚さもね、そのマクドナルドほどペロンペロンちゃうんですよ。どれぐらいやろう 2, ?2 センチはないか。いや、でも1.5センチぐらいある。結構大きな、まあ、ハンバーグと言ってもええぐらいの量な大きさで、 たらね、またうまいんですよ。これね、これね、あの、食べてみない、か、食べてみてない方にはわからないかもしれないんですけど、これね、黙って食ったら肉です。間違いなく。あの、最近のね、えっと、ノンアルコールビール、あれ黙って飲んだら酔いますよ。ほんまに <laughs>。そう思われませんか僕ね、最近ね、 あのー、飯の最初に飲むビールは、コストコのノンアルコールビールなんですよ。これがね、またうまいんですよ。安いし。でね、これいつも飲んでるんで、もうどう考えてもビールなんですよ。で、これ多分ね、ビールや言うて、お酒の弱い人に出したら酔うんちゃうか、みたいな感じとね、もうほぼほぼ同じなんですね。 もう言わんかったら肉じゃないって分かれへんと、どう見ても肉なんですよ。っていうのがね、オーストラリアでは、もう普通に、なんていうかな、あるっていうのこう、店をね、こう探しまくるんじゃないんですよ。この、探しまくってあるんじゃなくて、どうも普通に、そういう、だから多分ね、普通、本物の肉のハンバーガーもその店売ってるんですよ。 どれをどっちしますか本間の肉しますか本間の肉じゃない方を食べますかみたいなね。チョイスが、なんか、ガンガンできるみたいな。それはね、びっくりしました。スーパーにもね、連れて行ってもらったんですけど、それはね、スーパーも日本とはまあちょっと違う、こう、お肉なんかもね、え生の肉も売ってるんです。で、えー そんな中でまあそのね生の肉みたいな売り方では残念ながらやっぱりないんですけどこのねハンバーガーというかお肉向こうの人たちはフェイクフェイクミートって言ってたんかなこれちょっと定かじゃないんですけどいわゆるその代替え肉ね日本語で言っちゃうとがね売ってるんですよでただこれはね一応加工した肉商品的な売り方なんですね ハンバーガーとか、ハンバーグとか、なんかこう、ちょっと肉のスティックみたいな加工を施したものが、冷凍やったと思いますね。冷凍で売ってるんで、普通にみんなそれ買ってきて、食べてはるわけですよね。だからね、あまりにもこう、普通にそれがチョイスできるんでね。ほんまになんかこう、びっくりしたっていう記憶が、 あるんですよね,でねそれとねもう一つ言うとですねこれちょっと今のニュースとは離れるんですけどその先ほど言いましたうちの長女のルームメイトが小麦アレルギーなんです、ね、まあ今もちょっと日本ではグルテンフリーっていうことをちょっとは言うようになりましたけどそのルームメイトはその何て言うかなこう思想的に。 えー、グルテンフリーをしているというよりももうね本当に食うとなんか下痢したり結構やばいらしいんですねだからまあまあマジなその小麦アレルギーなんですよこれもね不思不思議っていう言い方したらいかんのですけどこの今のこの日本日本においてって言うとまたちょっと大層なんですけどあの流行った 流行ってる割にはないですよね。グルテンクリーのものって、えー。流行ってる割にはないっていう気がするんですけれども、まあ大体ね、じゃあグルテンクリーって何やっうと、まあ要は小麦粉を控えましょうっていう考え方なんですね。で、小麦粉を控えることによって、あの、そのうちの娘のルームメイトのように、もうことの根本アレルギーを起こしてるっていう人もいてますし、 逆にね、これが今日本で注目されてるのが、あの、グルテンって、あの、食欲を増したりする効果があるらしいんですよね。なので、えー、ついつい食べちゃうみたいなことが、どうもグルテンが影響してるんじゃないかというふうに言われてるようです。 あの、ただ、小麦アレルギーだから、小麦を食わなきゃええっていう、小麦のね、混ざってるものを食わなきゃええっていう話なんですけど、ところがね、意外とね、いろんなもんに実は小麦って混ざってるんですよね。 本当にね、びっくりするほど、もうなんかちょっとしたもん、例えば、あのー、まあ、天ぷらなんかは当然アウトでしょうし、何かね、お菓子を作る工程でもね、ちょっと小麦使ってるとか、まあまあお菓子なんか小麦使いまくるか、まあそういうことでね、なかなかね、今のこの世の中小麦を完全にこう、ない商品っていうのは、かなり難しいみたいではあるんです。で、ただ、あのー、ちょっとね、 えー、あるところで見た情報によると、あの、小麦アレルギーっていうのは、なんかね、体質的に胃腸、腸の弱い人になる可能性が高いんですって。だから、あの、こう、小麦を避けましょうっていうことだけではなくて、えー、腸内、まあ、いわゆる腸内環境ですね。 腸内環境を元に戻すとでも言うんですかね。要は、いい環境に整えましょうということで、まあ、大人になると、だんだん減っていくものではあるそうです。ただ、このね、グルテンフリーに関しても、オーストラリアは、よくこう、浸透しているみたいで、例えば、ピザなんて食えないじゃないですか。グルテンフリー。 っていうかまあ、言うたら小麦の、まあ、パンは食えませんよね当然、えー、ピザも当然食えへんと思うとさにあらずあのねグルテンフリーのピザいくらでもあるんですよだから、ね、多分米粉ですよね多分ね米粉を使ってるそういうグルテンフリーな食べ物っていうのはいくらでもあって、えー、と例えばピザ屋さん行きますとでピザ屋さん行ったらそれこそさっきのね 大概肉じゃないですけど、どっち選びますかみたいな話なんですよね。小麦の入ってる方をあなたは選びますかそれとも、そうじゃない、えーえー、方を選びますかっていうのが選ぶことができるということのようなんですね。だから、なんかこう、日本遅れてるよなっていう気が、なんかとってもこう、感じますよね。 だからこうね、先ほどのね、元々のニュースの大害肉自体に関して言っても、まあ、あの、肉は食わないと体に悪いとも言いますけれども、ね、なんかやっぱりその特定のアレルギーがあるだとか、ただカロリーを取らなくてそういうものを取りたい方とか、やっぱり小麦アレルギーだとか、なんかね、そういったことに関するちょっとなんかこう、 こう多,多様性があるって何かね今別の意味で多様性とか何かいろいろ言うてるんでそれはあんま好きじゃないことはではあるんですけどもなんかこうもっと選べるようにねやっぱり食文化の日本って世界から言われてるのでなんかそういう風にね選べるような国やっぱ食の日本ですからねなんかねそういう選択肢があるような、えー、日本にはなんかすぐできるような気がするんですけどねはいということで えー、今回はマクドナルドのですね、大外肉ハンバーガーのテスト販売というニュースでございました。ヤジウマストリート、パイロット版。ト版はい。ということで、続いてのニュースは日本からのニュースでございます。えー、っとね、先ほどの大外肉ともね、ちょっとだけ、ほんのちょっとね、ほんのちょっと通じる ニュースなんですけれども、これね、実はある意味ちょっとね、ショッキングなニュースなんですが、米、米王国日本、米王国日本ではあるんですけど、あのね、カップ麺の消費、1位がどこの県か、どこの C 位かなんですけどね、厳密に言うとね、それが実はですね、新潟なんですって。あの、米どころの新潟はですね、総務省の 家計調査によると、新潟市は、一社体あたりのカップ麺の支出額がですね、52政令指定都市、県庁所在地の中で、堂々1位なんですって。米どころですよ、新潟。一方、これ衝撃的です、この結果。米の消費量が29位なんですよ。 新潟市。これ、ちょっと、びっくりする話だと思いませんか <laughs> いや、あのね、確かに、あのー、カップ麺美味しいし、手軽やし、あのー、いいなとは思いはするんですけど、それがね、米どころにまで影響、影響してるっていう言い方悪いんかな及ぼしてるっていうのは、 なんかね、ちょっとショッキングな気がするんですけど、でね、そのね、新潟のスーパーって、カップ麺売り場めちゃくちゃでかいんですって。新潟のね、カップ麺が一番ですよっていうのを、そのスーパーの人が聞いて、こう、まあまあ、まあまあ、そんな感じかなっていう感想なんですって。とにかくね、確かに、 売れてるそうです。これをね、日清食品にも問い合わせたんですって。日清食品に、あの、今のはね、一応政府が調べたし、なものの中のカップ麺っていうカテゴリーだったんですけど、それをね、日清製、日清食品に問い合わせてみて、今度はね、日清が調べたんですって。そうしたら、新潟県、やっぱりね、全国一位なんですって。カップヌードルの消費量。 でね、2位が栃木で、3位が和歌山なんですって。日清食品の人が曰く、今一つ、法則がわからないんですって。なぜ、そうなってるのか、よくわからないっていうのが、現時点での結論なんだそうです。まあ、これにね、その、新潟の食品農業大学、 っていう大学の先生が一応ね仮説を3つ持っておられてですね一つはご飯は手間がかかるとわいわゆる米は手間がかかるそれはやっぱりといだり何やり何やらして要はまあご飯食べるまでにそれは1時間はかかりますよねでところがカップ麺はお湯を注いで23分待てばできてまうとっていうあたりが 米でずっとその労力をかけてきた人たちに魅力があるんじゃないかと。一つの要素じゃないかっていう仮説の一覧ですね。でね、この人間がまた面白くてね、買いづらいのではないか。買いづらいってどういうことかっていうと、お米どころのお米ってね、値段の上下が結構ね、あるんですって。 で当然美味しさの価値観断もいろいろあるんでしょうけど結局ねお米ありすぎてど,どれがええんやっていうのがようわからんと要は高いからええっちゅうわけでもないで安いから悪いっちゅうわけでもないとかねいろんなこう逆に味のチョイスがあるのでそれでね買いづらいんじゃないかとそれに比べると種類はまあカップ麺たくさんあるけども だからいつも買ってるこれを買えます。っていうあたりが、ん、もう一つの理由じゃないかと。仮説の3がですね、やっぱり日持ちをするということのようなんですね。新潟県の人って、こうね、非常事態みたいなものに強いこう関心があるらしいんですよ。で、これ、おそらく雪が原因じゃないかと。 お米のご、結局お米どころなんでね、お米がまあ古くなったらちょっと美味しくなくなるとかいうことも熟知した上で味も落ちないし、雪に閉ざされた時にも安心やっていうのがこの新潟の人にカップ麺が受け入れられてる原因ではないかというふうに言われているようなんですね。なんでもね、いずれにしても いろいろ分析した結果も、ようわからんっていうのが現状なんですって。カップ麺自体はですね、やはりね、驚異的な伸び、売り上げの伸びを示してるんですよね。もうね、ずーっと右肩上がり。年間でね、40億食食べられてるそうなんですよ。支出の額も、もう年々うなぎのぼり。 えーと増加しているだからこううーん米離れっていうこともそこには大きな影響があるんでしょうけどもんやっぱりなんかこう釈然としない現実っていうんですかんかやっぱり新潟の人はもっとなんかお米食っとってほしいっていうこれはまあ買ったけんの勝手なイメージであるんで新潟の方には申し訳ないんだけど なんかちょっとね、うん、あ、こう,う、え、そうなんや、みたいなね、えー、ニュースなんですけど、まあ、お米自体のですね、消費量が、まあ、寂しいことに、もう年々減ってきてるということなんですね。でね、僕、ちょっとその、仕事の関係で、最近、お米関係のお仕事もちょっとさせていただくようになってですね、 ちょっとまあ、お米には、あまあ、まあ、詳しい言うても大したことないんですけどね。お米関係の仕事をさせていただいている中で、やっぱりそういう関係の人たちが、その日本国内におけるお米が、まあ、要は立場がちょっと弱いっていうのはよくおっしゃってました。でね、その中で、これね、先ほどのグルテンフリーだとか言ったことにちょっと通じるのが、あの、白い食べ物は体に悪いってよう言いますよね。 要はもう生成して真っ白にしてもたもんは体に悪いと。っていうのはもう一般的なもう常識と言ってもいいんですかね。で、特にダイエットをされてる方なんかは白いものは食わんと。で、まあこの白い体に良くないもののまあ筆頭は砂糖ですよね。あ,あれはもうできる限り取らない方がいい。その次あたりに言われるのが白米ですよね。 要は正白されてもうき,れいきれいになった、あれはもう白い炭水化物やと、米というよりも体にも悪いと。あとはパンやうどんに含まれている漂白した小麦粉、まさしくグルテンフリーの世界ですね、もう同じでですねこ,のこれに関しては、数多くの研究から白い炭水化物は血糖値を上げて脳卒中だとか、 心筋梗塞などの動脈硬化による病気を引き起こすリスクが高いというのはもうあらゆる局面で研究されている課題だということのようなんですね。だから結局真っ白系の砂糖、まあ、これは、まあ、ゴンゲみたいな話ですよね。砂糖だとか、えー、漂白さ、まあまあ漂白、漂白じゃねえな、制薄されている白いシャリ、米ですね。いや小麦は体に悪いから 食べない方がいいというのが、なんかこう、通説みたいになってるんで、まあ、かといって、カップヌードル、あ、カップヌードルじゃこれな、カップ麺が体にええかというと、一個も手軽でいいんですよ。ええとは思わんのですよ。で、結局、エネルギーは炭水化物の中に入ってるわけだから、運動をするとか、そういう考えるとね、絶対食わなあかんもんなんですよ、炭水化物。悪もんでは決してない。だんだん食いすぎたり、 す逆に言うとエネルギー以外の栄養はないよっていうことなんですね。なんかちょっと難しいですけどね,でねこれね実はねうち、あのー、で食べてたお米はですね家内の実家が、あのーまあ、空いてる土地で <laughs> 米を作ってられたんでね、えー、実家 お米は、家内の実家からいつももう貰ってたんです。もう結婚して以来、もう何十年とずっともらい続けてたんですけど、それね、僕ずっと、もう精米した状態でもらってたんで、白米食ってるんだと思ってたんですよ。白いし。当たり前ですよね。スーパーで売ってるの全部白米やし。でね、その歩くお米の、その関係の仕事に行った時に、 先ほどのね、白い炭水化物じゃないんですけど、やっぱりね、削りすぎは用ないっていうのは聞いたんです。本来のお米ってものすごい栄養価のあるもの、その炭水化、要はえっ、ー、と力の源となるものの炭水化物以外に、すごいたくさんの栄養価が含まれてるんだけど、それをね、全部削っちゃって白梅にしてると。それが白くて綺麗だし、美味しいっていう印象が、 もう今日本人の全部頭に入ってると。実はそれがね、ちょっと違うんだっていうことを教えてもらったので、実家でですね、一回そのお父さんに聞いてみたんですよ。で、いつもね、白くしてもらってるんで、聞いてね、これお父さん、あの、白米ですよねって聞いたら、お父さんがね、白米と違うって言うんですよ。で、ええと、白米みたいに真っ白系にしてまうと、 お米の栄養嘘が全部なくなってまうから、家族にはね、そんな残りカスみたいなものは食わせんと。食わされへんと。お米の栄養価のやっぱりたっぷり残ってるものを食べてほしいからっていうので、これね、ぶずき舞って言うらしいんですけど、え要はね、全部真っ白毛にしないで、あのいわゆる肺とかね、あんな部分が全部削り取られない方法で止めるんですって。で、そうなると、 実ははね真っ白になならないんですよ残ってるからそういった部分がだからそれをねずーっと渡してたって言うんですよなので僕もあらかた20年近く白米食ってたと思ったら白米はなかったんですねだからそのお米の持ってる栄養価をその義理のお父さんのことでですね食べとったんですよ逆に言うとねその お役所さんっていう言い方していいのかどうかね、ちょっと難しいんだけど、結局ね、知ってはるんですよね、作ってる人は。ところが、真っ白けじゃないと売れないんですって。これまたなんか不思議な話ですよね。結局、見た目はやっぱり真っ白けの方が綺麗し、やっぱりね、見た目の綺麗さは大きいという風に、 えー、議員のお父さんも言ってましただからだけどまあもうほぼほぼ農協に売ることもなくなったから家族だけでも今食べてるんでまあ白気にすることはないっていうことだったんですけど結局ねいつの時からか白いご飯は綺麗で白いご飯はうまい美味しいっていうのが我々の脳裏にすり込まれてたんですよ。それがうまいと思ってたかからなんかのこういう 医学的な検知とか別の観点のところから白い米は体に悪いって言われると米食わへんようになるっちゅうことなわけですよだから本ンマ別に米が悪いんちゃうんですよね米にはもうちゃんと栄養価もあるんだけどそれ真っ白けにしてまうからあかんっていうことなんですわことなんですわってあ <laughs> れ <laughs> だけど,どう意外とこれご存じないん違います あの,あのどっかの元環境大臣の「意外とプラスチックは石油からできてるって知らないんですよ」でてもうあのとんじかんなこと言うと倒たおさんおるけどあ彼もしかしたら知らんかもしれへんね。ほんまは米は栄養価があってみたいなあの削り倒してもらうと、えー、炭水化物しか残りませんっていうのは。 まあ余談ですけど、きっと彼は知らないと思います。で、知った瞬間に言うてもあるでしょうね。まあ、そうやって彼言うてもらった方がね、農家さんのためにはなるんですけど、まあ、それはちょっと置いといて、その、今ね、で、そのちょっと僕の仕事の関係もあるんですけど、結局その玄米がちょっと流行ってるとか、で、新しいね、お米でね、金目米ってよく聞くじゃないですか。とか、あれはね、結局、 栄養の部分を残してるんですよね,でねこれね金目舞いってねあのー、これもご存じないと思うんですけどねお米の種類とちゃうんですよ実は要はえコシヒカリとかね山田錦あ山田錦は違うかじゃまあで要はねそれで金目メいっていう米があるみたいなもんでしょこれ実は違うんですよ金目メって っていうね、加工の仕方のことを金目舞いって言うんです。だから、正確にはね、金目舞加工なんですよ。で、この金目眉何がすごいかっていうと、その、肺とかね、えー、削りすぎる一個手前で止めてるんで、見た目、真っ白とは言いません。正直言って。真っ白とは言うんだけど、でも、ほぼほぼ白いんだけど、栄養価がほぼほぼ残ってるっていう削り方を、 まあ、開発したどえらい、偉い人が出るんですよ。お会いしたことありますけど。もうね、もう今、もう今多分ね、80をいくつでね、もう神様みたいな人なんですけど、その方がこの削り方を開発されたんですね。だから、腰光の金目眉ってあるんですよ。で、他の種類の金目眉ってあるんですよ。なんでかっていうと、これ削り方の技術なんで。おそらくね、なんかこれからね、こういったもんがね、 こう、石鹸してくる時代になるんちゃうかなっていう気がものすごいするんですよね。で、で、もう一個の結局白いものは体に悪いっていうイメージのために日本人がもうガンガン米食わんようになってきた。だから米の減じゃないけども米を作る農家さんも減ってきてるらしいんですけど、これでね、思うのがグルテンフリーなんですよね。結局ね、小麦粉に 変わるもの何かっていうとね、今のところね、米粉なんです。要は米で作った粉なんですね。だから、オーストラリアで食べたグルテンフリーのピザは米粉でできてるんですよ。これなんか、偉いことがこう、なんかこう、日本に起きてるんじゃなくて、偉いことを日本がなんかこう、秘めてるように感じません なんかね、なんかこう、もっとね、うまい声ね、これはそういうこと、政府の人がもっとやるべきなんやろうかなとは思うんですけどね、小麦粉じゃなくてね、米粉の世界観をつけることによってね、これでも多分一番反対するのはアメリカなんですよ。アメリカの小麦の,小麦の量を言ったらすごいですからね。まあ、これはちょっと陰謀論的になるんですけど、 あの、第二次世界大戦ね、太平洋戦争で日本が負けた時に、えっと、GHQ は、米食やめさそうと思ったっていう説もあるんですよ。米食やめさせて、日本人にパン食文化をつけて、アメリカから小麦を輸入さそうっていう計画が実際あったっていうのは本で読んだことがあります。ただまあ、うーん、もしかすると陰謀論的な話やったんかもしれないですけど、 ところが、その、ことの発端の、そのアメリカで今、マクドナルドは、肉を、こう、本んの肉やなくならしていったりとか、また世の中ではグルテンフリーを言い出してるっていうことなんですよね。でね、アメリカの小麦粉ってね、まあ小林さんね、これもまた陰謀論かもしれんですけどね、怪しい噂が立たへんのですよ。例えば、こう、遺伝子組み換えをね、を使って、もう農薬バンバンかけても、 全然枯れへんような小麦してるとかね、あのでこれ対外の国そうみたいですけど、国内で消費するものは意外と農薬とか厳しいんやけど、輸出するもんって緩いんですよ。これ多分多分日本でもそうだと思います。外に出す分は緩くて国内は厳しいっていうのが、まあまあなんかこう嫌な世の中の常になりかかってるんですよね。だから、ね、そういうことをね考えると。 まあアメリカなものも買わなあかんやろうけど、なんかね、こう、日本の大きなビジネスチャンスっていうんですか米で。っていうのをね、なんとなくね、感じる気がするんですよね。まあ、っていうことで、いつものように元のニュースを何やったかよう訳わけからへんように、 なってしまう、あ、そや、元のニュースは、マクドナルドのニュースとちゃうかって。<laughs> 元のニュースは、あれですよ。えー、っと、新潟市ね。米、米どころの新潟市が、カップ麺の消費量が1位やというニュースでした。もうみんな、これっと忘れたんちゃいますもう僕が忘れてました。ということで、えー、日本1の米どころがカップ麺の消費1位だったと、ニュースでございました。野獣のストリート。 パイロット版,ット版はいということで続いてのニュースはですねちょっと悲しくなるようなニュースなんですけれどもえー、っとねこれは沖縄タイムスが唯一報じてるんですけれども、えー、航空自衛隊那覇基地に勤務していた40代の三頭空佐が10日間の 定食処分を受けたっていう記事なんですが、そのね、なんで定食処分になったかというと、基地のセルフ方式の食堂でパンと納豆を規定の配分量を超えて食べたと。その被害額が175円やったと。いうことで、この三東クースターが10日間の定食処分になったと。 いうニュースなんですよ。これ、なんかもう悲しいニュースですよね。でね、これね、航空自衛隊の階級って、えーっとね、6つあるのかな。まあ、一番、まあ、下っていう言い方をしたら失礼ですけど、まあ、下の階級がですね、空死っていう階級。その次が、 空想っていう階級。その上が空位っていう階級。そして空さっていう階級で空小という風に続いていくんですね。これがですね、大体それぞれの階級にですね、1等級、2等級。まあ、場合によれば3等級があるので、合計すると16等級の階級がある。 そうです。その一番のトップが、航空爆僚長これを聞きますよね。がトップ。で、まあこれは一人しか当然いないんですが、今回の三等空砂は、それから言うとですね、上から6番目に偉い人なんですよ。要は16階級中、6、6個目の階級なんで、まあまあ、まあまあどころちゃうか。で、40歳代ってことなんでね、かなり偉い人なんですよ。でね、 その人が、こう、一人当たりのね、配分量、こめて、こえて食べたから、これ、処分っていうのは、これ、いや、もうね、なんちゅうんかな、もう自衛隊だからね、規律に厳しいのはようわかります。ようわかんねえけど、いや、なんかちょっとこう、やりすぎとちゃうかな、っていう気がして仕方がないんですよね。でね、こう、 この人がね、こう、倉庫に忍び込んで、その、パンとか納豆を、こう、盗んでね、ほんで、撃ったとか、有利やったら、そらしゃあないですよ。それはまあまあ、犯罪、まあ犯罪やね。それはもう犯罪に犯罪やと思うんで、定職があっても、しゃあないと思うんですけど、この人ね、そんなことしたんちゃうんですよ。セルフ方式やから、 基本は自由に取ってええもののを余分に取ったっちゅうだけなんですよ。でね、これね、あの、例えば普通にこうセルフやからお料理自分で取るじゃないですか。で、これのね、量がちょっと少なめに取る、ちょっと多めに取るでは怒られへんらしいんですけど、このね、放送されてるもの、放送っていうかね、こう、例えば納豆なんかは自分ですぐで食うわけじゃなくてパックですよね。 で、パンなんかも、どうも、こう、パックになってたらしいんです。おそらく2枚とかね、が一つのパックになってた。でね、一応ね、自衛隊ではね、そのパックの量に関しては規定があるんですって。一人一個とか。この人は、それを破った、まあ、だけ。まあ、僕から言うとそうです。破っただけなんですよ。でね、このね、三刀空砂が、上から6番目の偉い人ですよ。が、なんでお前そんなことしたんやって言われたときに、 配色の量が少なく感じたため、ちょっと多めに取りましたって説明したんですって。これもう、どうどうって。これもうな、涙ですよ、こんなん。もう、もう食わしたってえな、と一個でも、処分対象の費用が、100、やばいったっけ百百えー、っと、175円ですよ。 もうええやん。もうこの自衛隊の人が言うたらですよ。まあ言うたら日夜日本を守るために働いてはるわけですよ。で、これ、航空自衛隊の人ですからね。細かいこと書いてるないけど。でもね、例えばパイロットやったとかね。まあ、そういう可能性だって十分あるわけですよ。あせめてね、そんな人にねが。まあ腹いっぱいっていうわけでもいかないかもしれないけど、でもいやいや、腹いっぱい食べさせてあげてよと。 これね、こう普通のですよ。ごく一般的な日本人だったら、そう思うと思うんですけどね。おいでね、日々、苦しいね、訓練されてるわけですよ。自衛隊の方たちって。そうしたら、こうね、なんちゅうかな、こう、ご飯、食事をね、楽しみにしてる人っているはずですよね。で、それがね、満足に、それも納豆1個や、そこじゃないですよ。 それをね、満足に食われんちゅうのはね、うんなんやろうな、もうちょっとかわいそすぎるというか、悲しすぎる。で、またね、この、これをね、多分ね、沖縄タイムスだけなんですよ、これ。あの、ニュースにしてんの。なんかこれも悪意感じるよね、沖縄タイムス。まあ、ええねんけど。 そんなね、こう、自衛官の人たちに、まあ、どうなんやろな。このね、なんとなくね、オクナタイムスの書き方ってね、なんかね、ちょっとね、ざまみろ的に、まあ、ごめん、これはもう僕の主観です。これは僕の主観ですけど、なんか読めてまうんやな。当然や的に、ちゃうやろうと。そんな、こう、絶対にありえへんやと思うんですけど、そこでね、ちょっと一個ご紹介したいことがあるんですけどね。自衛隊の、 服務先生っていうのがあるんですよ。これ皆さんご存知ですかということ、何かっていうとね、自衛隊に入隊するときにですね、全員、全員ですよ。が、自分の任務や、職責ね、仕事に対して、国民に対してですよ。政府じゃなくて、国民に対して誓いをする言葉っていうのがあるそうなんですね。で、これは必ず全自衛官が、 こう、宣誓して、これを誓うそうです。これちょっと読んでみると、私は我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に特装を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技術を磨き、政治的活動に関与せず、 強い責任感を持って、職神職務の遂行にあたり、ことに、望んでは、危機を、帰り見ず、身をもって、責務の完遂に努め、もって、国民の負託に応えることを誓いますって、思考であるんですよどう思いますすごいじゃないですか。でね、このね、おそらくですよ。お腹空いたってね、 納豆一個、虎葉、まあ、と、まあ、ごめん、表現悪いわ。納豆一個ね、ちょっと多めに食べた方は、このね、厳正な規律を保持 C に引っかかったっていうことに多分なったんですよ、自衛隊では。いやー、なんか意味ちゃうよなーと、思いますよね。こんなね、ことをね、全部、全員が言うてるんですよ。で、 この身をもって責務の完遂ですよ。要はもう、要はもう命を国民のために預けますっていう誓いをね、全自衛官がしてる。それはね、まあ、中には悪いことをする自衛官もいてるやろ。だけどみんなちゃうんですよ。当然、もう皆さんがこれをね、誓って職務に当たられてるんですよ。こんなね、すごいのね、これね、今ね、 こう、もしかするとね、ちょっとマイクに入ったかもしれないですけど、今日、今、今ね、あのー、たまたま、衆議院選挙の最中で、えー、そういうね、言葉がもしかするとちょっとマイク越しに入ったかもしれないんですけど、こんなね、先生ね、もう全国会議員せえと思うんですよね。国会議員ならそれぐらいして当たり前やろうと。 なんかもうねいやな、今の、国会議員の感じ。<laughs> ねえ、もう、うーなあ、でも、こと自衛官の人もなー辛い。もう、ほんま食わしたってと思うわ。もう、変なもんにもう税金使わんと。もう、頼んますわと思う、言いませんかもう、 こんな人にね、たらふくご飯食わしてあげてほしいんですよね。でね、これもちょっと、うん、ある、あるニュースで聞いたんですけど、うん、まあね、なんかやたら自衛隊を戦争の道具やって言う人いてるんですけど、でも、まあ多くの日本の方はやっぱりこう災害で派遣してね、 一生懸命頑張ってくださる自衛官の方をもうほとんどの方が理解しているのでもう今は自衛隊の方をボロいう人はもうほぼほぼいなくなったって言うんですけど例えばね災害場所行った時に自衛官の方ってまあ、まあ、男特に男性なんですけど必ず決まった場所でしかおしっこしゃれんのですよさあまあ そんな結構泥や何やいろんなところにいてんやったらまあ悪いけどそこらでちょっとねわざわざそんなところからあるところまで行ってね用たたんでもそこでしたらよろしいかなと思うでしょところはねなんで自衛官の方たち決められたトイレの場所でしか絶対おしっこすらしないかって言うと真っかり間違えてそこにお亡くなりになった方がいらしたらもうそう考えるとね 国民の二区は国民の全ての命を守る人である自衛官が亡くなった方におしっこなんかかけるなんてもうありえへんっていう発想があるらしいんですよ。あの人たち、ど、泥水みたいなのもあるんですね。こうして。結局まあ潤沢に水がない時はね。で、それも結局、 国民の皆さんにまずはお水を飲んでほしい。で、我々は一番最後です。っていうね、考え方なんだそうですよ。もう、ほんま涙出ますよね。そんな人の納豆一個ええやと、まあ、言うんだけど、先ほども言ったみたいに、規律っていうことを考えるとね、 まあなんでとにかくね、もう今のほんま悪いけど、国会議員にまた今、立候補してる人は全員ね、この宣誓してね、ほんで、つまらんことに税金使わんと、こういうね、自衛隊のもうね、その軍備伸ばすこととはもう言いません、せめて、もうお腹いっぱい食べさせてあげて <laughs>、と思うんですよね。でね、そこでね、ふっと気づいたという言い方もおかしいんですけど、 実はですね、奈良、我、我が奈良に、航空自衛隊の基地があるんですよ。これね、下手するとね、奈良の人も知らないんです。自衛隊の基地、あのね、バスでね、自衛隊前っていうバス停があるんで、自衛隊があるのは知ってる方はいるかもしれない。けれども、そこにあるね、自衛隊って、実は、航空、 自衛隊なんですね。このね、奈良の航空自衛隊奈良基地って言うんですけど、これが実はすげえところで、航空自衛隊の幹部自衛官になるためには、必ず入校しないといけない全国で唯一の学校なんですって。だから、航空自衛隊の幹部は全員奈良に住んだことがあるんです。その学校の 寮なのか、近隣なのかは、よう分かりませんけども、必ずね、そこで、勉強をしないと、航空自衛隊の幹部にはならないんですよ。それがね、航空自衛隊の奈良基地なんですね。もう、そこでは、こう、資質を、こう、養うとか、初級の勉強だとか、徹底的には座学なんですよね。 徹底的に座学をすることで自衛航空自衛官たるなんやっていったところを叩き込まれる施設がこの航空自衛隊の奈良基地なんだそうです。これ奈良ってね変な話ですけど空港ないんですよ僕実はね自衛隊祭っていう学校祭みたいなんがあって行ったことはあるんですけど運動場はあるんですけど。 当然ね、滑走路も何にもないんです。確かね、飛行機、まあ、ヘリポートみたいなものあったと思います。ヘリコプターの離着陸ができるところはあったと思うんですけど、当然滑走路はないし、えー、っとね、えー、学校のシンボルのように自衛隊機が、えー、置いてあったような気がします。でも、滑走路もないところに航空自衛隊の奈良基地があって、幹部候補生は必ずそこを出身すると。ちなみに、 関西に唯一ある航空自衛隊基地が奈良基地なんですって。だから関西いろんな自衛隊基地ありますよね。あれね、大抵陸上自衛隊なんですよ。奈良の自衛隊基地も多分多くの人は陸上自衛隊と思っている可能性があるんですけど、実は航空自衛隊なんですね。 だからなんかこうねこう、こういう話を見ても自衛隊の方にちょっとこう、うん、すごい、すごいなんかこう、別の思いもありますよね。自衛隊のその、だからまあおそらく、パイロットなんかは全部奈良出身じゃないんですか。出身って言う方おかしいですけど、奈良の枠で勉強されてた方じゃないかなっていうふうに思うんですよね。なんかね、そういうことを考えるとね、うーん。 お腹いっぱいも食べさせてあげてっていう、こう、自衛隊にまつわる、ちょっと寂しいニュースでございました。ヤジウマストリート、パイロット版。はい、ということで、えー、4番目のニュースでございます。こちらも日本のニュースでございます。えー、これに関してはですね、 阿蘇さん、要はね、ちょっと火山の噴火に関するニュースなんですけど、えっと、阿蘇さんこの間噴火ありましたよね。えー、っと、熊本の阿蘇山で噴火がありましたと。火山灰や小さな噴石は風に乗って住宅地にも訪れたと。で、結構まあ、土石流的なこともあったっていうふうにニュースでは言ってましたね。噴火はですね、上空の3500メーターにまで達して、 この怖いやつですね。火砕流が火口から1300メートル流れましたと。だいたい中規模な爆発、爆発、爆発ゃうな、噴火なんだそうです。これは2016年以降、久しぶりだということのようですね。でね、ところがね、こう僕も映像を見たけど、めっちゃ怖い映像ですよね。なんかね、こうあの火砕流がね、 ブワーッとこう流れていく模様で近くにあれどっかの展望台かなんかなの駐車場があってそこにバスと待ってたりねでただあのそういったところの施設は噴火の可能性のあるところから全部2キロ以上離れてるそうなので基本的には影響がない場所なんだそうですだからそんなまあまあ僕らが見ると結構大きい噴火に見えるんだけど 結局、地元の人たちって意外とね、平気なんですよ。半径、この2キロ、2キロっていうのがなんかこう、肝で、大抵ね、それより外にあるんですって。だから、まあ、それを超えることがあったらどうやらいことかもしれないんですけど、まずそれは起きないというのが今のどうも、定説なんだそうです。なんかでも怖い じゃあ怖いですよね。でね、日本には111個の活火山があるんですって。要は噴火。要は活火山ですから。動いてる火山ですよね。で、そのうち50個の火山が24時間体制で監視されてるそうですね。ある意味怖いのが、昔富士山って僕らの時死火山って習ったような気がするんですけど、 でももう今は「勝つ火山や」っていうのが定説なんですね。この今言いました111勝火山の中での50の24時間監視体制にこの富士山って含まれてるんですよ。なんか怖いですよね。でねもう一個怖い話をするとですね あの、火山学者の方によると、富士山は100%噴火するんですって <laughs> 100。100%ですよ。怖いですよね。100%。まあ、それで言うと、例えば東海沖地震身な何んやなっていうのも、おそらく、その、うん、30年口に起きる確率が70%やって言うんですけど、結局多分、こういう起きる起き品って言うと、きっと起きるんでしょうね。 だから地震の起きる確率もおそらく100%なんですよね。富士山の噴火する確率が100%なんだそうです。でね、これ一個だけちょっと地震と違うのは、これももしかするとこういういろんな学説があるのかもしれないんですけど、 まあ、まあ、僕が信じてる学説で言うと、自身はほぼ予知できないっていう話が僕は信用してるんです。で、これをま、一番よく言っとられたのが、登場の、登場のやって、えっ、ー、と、え、なんて言うと思うんだから、東大の、なんで登場いたかわからないけど、東大の、 地質、地震学からの名誉教授のロバート・ゲーラーさんっていうものすごい変わった日本語を喋るあの方がもう至るところで地震予知はできないっておっしゃってるんですよね。で、あの人から言うとなので年間何十億とか何百億使ってる地震予知に使う費用は無駄金やって言われるんですよ。もうだからもう学会から干されてはるらしいんですけどね。要は予知なんてできへんやから 起きた時にどう守るかに使うべきだっていうのがどうもそのロバート・ゲーラーさん、東大の名誉教授の考え方らしいんですけど、なんかね、合ってる気がするんですよね。先ほども言いましたけど、おそらくその30年うちに起きる確率は70%かもしれへんけど、でもね、多分起きるますか起きませんかって言ったら、きっと地震も100%起きるんですよ。 で、ただ、地震が怖いのは、どこで起きんのかもようわからんっていうあたり、かもしれないんですけど、で言うとね、その、富士山、要はこのね、50箇所の24時間監視してるところに関して言うと、だいたい1ヶ月前からわかるんですって。1ヶ月前から火山は噴火の兆候を見せるらしいですね。 だから、富士山も、で、富士山みたいに、今何にも起きてへんところは、ほぼほぼ予知できるそうです。ただ、問題なんが、一年前やないっていうことなんですよ。一ヶ月前には、わかりますっていうあたりが、こう、なんていうかな、肝っていうことなんですよね。だから、富士山が噴火したら、こう、風向きの関係で、 東京が偉いことになるっていうのは、もうまあまあ言われたことですよね。これね、こう、まあ、ほぼ風向きに影響されるんで、火山灰や何やらや。東の方に風吹いてるんで、西日本ってね、あんまり影響ないんですって。富士山噴火しても。だけど、東京は確実に影響があって、まあ、おそらく、どえらい麻痺状態。 その地震みたいにねビルが倒れたりとか、うん、津波でどうなってこうなってことはないんでしょうけど、まあ、想定されるもんでいうと電力が失うた、まあ、それが一番怖いですよね、うん、とだったりとかもうね想定を害するようなことが火山灰によって起きることが大体ねもうそれもね分かってるんですって今富士山噴火したら大体こうなるこれもねハザードマップっていうのがあってハザードマップってね ようできてるらしいんですよ。あの、例えばどっかが大,大雨が降って川が氾濫しますっていうのも、まあ、実際に起きてるのが、今現在できてるハザードマップの通りだっていうのは、こうなんかあんまり言われてないんですけど、そうなんだそうです。だから、富士山が噴火したらどうなるかっていうシミュレーションって、 きっとね、確実にできてるはずなんですよ。だけど、こう、そういう話一個も聞けへんのがね、これなんかね、それが逆に怖いんやけど、こうね、ちょっとなんか日本人っぽいね、なんかこう、富士山噴火したらどうしようっていうことを考えると、富士山噴火するんちゃうん、みたいなね。だからもうあんま悪いこと考えんとこ、と。絶対噴火するんやけど。 みたいなことが、もしも今起きてんにったら、それ偉いことですよね。だってでも東京の人で、富士山噴火するかもしれへん時に備えてる人の話なんて聞いたことないもん。ニュースでも言えへんし。だけど100、100%噴火するんですって。これどうですかこう、なんか最近、地震あるし、噴火するし、 ねえ、なんかどっかの大笠原かどっかもまたちょっと島の面積増えたとか言いますもんね。こ、これでまた思い出したことがあるのが、あの、以前もちょっと地震の話をした時に言った話なんですけど、僕もともと地震嫌いなんですよ。てか地震怖いんですよ。 だから、東京単身赴任すんのが嫌なんやけど、東京で風呂入ってる最中地震にもたり、で、出張先で、おそらく、釧路沖地震やと思われる地震におうて、あの、ホテルの、噴水がザッパッザッパ、水こぼれるのを見た、という話しましたけど、実はね、それ以外にも、あ、あ,あるんですよ。あ、てか、そうか、あの、関西の震災をおて、えー、っと、唯一、 その日に東京に行った何人かのうちの一人が僕やみたいな話も確かしましたよね。でね、実はまだありましてですね、これがね、東北の地震やったんですよ。でね、あれ何があったかっていうと、東北の地震の時に、僕、東京から出張でですね、浜松に入ることになってるったんですよ。で、浜松でちょっとあるイベントがあってですね、で、新幹線に乗って、ま、何気に、 浜松に向かって降りましたところ、突然、その東北で地震があってですね、新幹線が止まりおったんですね。でね、動くはずのもん止まるとね、怖いんですよ。<laughs> 特に、あ、そうそ、それで言うとね、 この間、停電でね、USJ のジェットコースター後ろ向きジェットコースターが、いっちゃん高いところで止まったっていう話ありましたけども、あれを想像してただけで怖いけどね、高さ40何メーターのとこで止まったいうの怖いですけどね、それはね、動くはずのもの止まるのが怖いんですよ。で、僕はそれで新幹線やったんですけど、ところがね、僕もっと怖かったのは、その新幹線ね、トンネルの中で止まりよったんですよ。これ、後で聞いた話によると、 僕の乗った新幹線が全部トンネルの中で止まったんじゃなくて何両かだけは後ろに出とったらしいんですねトンネルの入り口にだからまあまあ簡単に言うと3分の2はトンネルの中3分の1は外みたいな状態で止まったらしいんですが僕が乗ってた号車はトンネルの中やったんですよええとところがそんなね ま、当時、携帯はありましたけど、いわゆるガラケーの時代で、今のスマホの時代でみたいじゃないから、ニュースがバン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 入ってくるわけでもなかったんですね。その、新幹線止まりましたと。停電、東京でね、停電がありましたと。だから、しばらくの間停車しますと。で、あと、その間に、えっと、車両の安全を確認します、という話で、だから、トンネルの中で止まって停電してるって言わはったんですけど、 その電気はついとったんですよなんでついとったんかはようわからへんかったんですけど。でね、外をじーっと見てたら、おそらく懐中電灯を持った車掌さんだとか運転手さんとかなんかなえー、っと、線路を照らしながら歩いた反応は見えました。で、走行しているうちに、これはね、もしかすると、半分だけ、まあ、半分か3分の2かわからないんですけど、えー、っと、全部がトンネルの中やって じゃなかったからなんかもしれないんですけど、メールはね、通じたんですよ、携帯で。そしたら、うちの奥さんからメールが来て、なんかどうも、どえらい地震が起きたみたいやと。まあまあ、いろんなとこでえらいことになってるっていう <laughs> メールが来て、で、ね、まあこれ送ってくる写真もいかがなもんか思うやけど、うちのね、奥さんがね、テレビの、どう、で、テレビの画面を撮った写真がですね、 東京のね、コンビナートが火事行ってる写真なんですよ。これびっくりしましたよ。え、何これゴジラみたいな。ついにゴジラがガメラ来ましたかみたいな絵なんですよ。コンビナートで火事ですよ。まあ、それ今力説してももう皆さんも多くの方はその映像を見たり、多分 YouTube でも見れるかもしれないんですけど、体験されたことやと思うんですけどね。そらね、怖いですよ。ほんでトンネルの中やしね。その トンネルの中でアナウンスがこう流れてきたのが、停電中やけど電気がついとったんですけど、そのね、アナウンスによると、そのついてた電気は、新幹線が積んでるバッテリーでつけてたらしいんですよ。だから、いわゆる河川通してきてる電気は、ほんまに、停電やから、来てない。まあ、おそらくこう、安全のために止めたってことはあったのかもしれないんですけど、電気来てないから、とりあえず、 当面の間は、新幹線のバッテリーの電気で車内つけますと、いうことやったんですが、これでね、多分ね、1時間ぐらい経った頃やと思うんですけど、今度またアナウンスでね、ちょっとバッテリーの容量の関係で、これ以上ちょっと車内の電気はつけれませんと。これがね、今一つね、よう分からへんかったんですけど、その、新幹線って、動くときに、ものすごい、 電力使うんですって。えっ、ー、と、これ以上続けると、その、指導できる電力が確保できないまでバッテリーが下がるといけないので、そのバッテリーの、うん、許容範囲になった時点で、申し訳ないけども、車内の電気全部消しますって言われたんですよ。これ怖いですよ。ほんま真っ暗けになるんですもん。 さあ、ろうそくなんか誰も持ってないし、それはね、携帯を、を持ってる画面ぐらいは明るくなるんでしょうけど、ただね、今ほどその新幹線の中に充電器、まあ今もう停電やねんから充電もできへんやろし、そんなね、充電器なんて、こう、普及してなかった時代ですよ。だから、連絡つけへんようになったらえりゃこっちゃし、みたいなんで、ええー、ともう、ね、もう車内どよめいてました。 ところが、ありがたいことに、アナウンスがあって、えっと、こっから、浜松、だから、実はね、浜松、僕が目的地浜松やったんですけど、浜松のすぐ手前で止まっとったらしいんですよ。の手前の信号で止まって、信号じゃねえや、トンネルで止まってたんで、浜松までの安全が確認できたのと、新幹線の車体の安全が確認できました。とあと、 浜松、どっから浜松までかはわからないんですけど、の電力が回復しますっていうね、まあもう神様かと思いましたよ。声のアナウンスがあって、それからしばらくして電車、浜松まで動き出したんですね。ラッキーなことに、そこが僕、目的地やったから、まあもうそこから降りて、もう、とりあえずホテル行って、で、ちょっと次の日にイベントやったんですけど、 もうね、イベントの会場がどうのっていうか、もうごった返してね、電話もばあ言うたらつかめんわけですよ。浜松のイベントを主催してる人たちも、浜松って意外とね、そうむちゃくちゃなことにはなってなかったんですね。あのー、なんか多少展示物が歪んだとか、なんか落ちたとかいうレベルやけど、あの、十分、うん、やろうと思えばイベントができるような環境下にあったので、えー、基本的には次の日のイベントはしますっていうのが、現地の判断。 まさかね、あんなどう偉いことが起きてるって、誰も予想もしてへんかったんですよ。それこそ、津波で、あれだけたくさんの方が亡くなったなんかね、もう全然知らんかったわけですよ。あ、っていうか、多分ね、その日のうちは分からへんかったんですよね。結局、その日のうち、またお得さんと酒飲みに行って、まあ今回怒られませんでしたけどね、なんか東京偉いことになってますね、とか言ずっと携帯見ながら、お酒を飲んで、翌日、 僕ここから言うとまた話長になるんで、まあまあまあいろんなことが、いろんなことが起きたんですけど、イベントは、えー、っと、うまいこと言って、さあ帰れるかっていう話。まあ結局は帰れたんですけど、っていうようなね、ことが起きたんですよね。だからね、やっぱね、怖い。もう地震も噴火も。そやからもうその余地もええけど、もう備えよ。あんねんから。絶対に。きっと。 っていうニュースでございました矢島ストリートパイロット版,ット版はいということでやじうストリートパイロット版第13弾最近気になるニュースをお伝えしてまいりました、えー、ただいまバックに流れておりますのはやじうまストリートのテーマソング「少年の夏は今少年クラブの皆様の演奏でございますちなみに本日 島ブックスタンドをご用意いたしておりましたけれどもニュースで喋り倒してしまったために惜しくも涙を飲んでカットしたいというふうに思います。申し訳まません、えー、まだね 機会があればやらせていいいただこうというとうに思います、まあ、そんな中でですねちょっと心温まるニュースを簡単にサクッと紹介するとニュージーランドの警察がですね Facebook のアカウントを更新して4歳の子供からですねおもちゃを見てくれないっていう日本では110番なんですけどニュージーランドでは111番なんだそうですがっていうね通報が来て。 でその時の警察とのやり取りの動画、いや音声動画を Facebook のアカウントに投稿してですね大反響になっているということなんですがこれ、どういうことかというとですね要はまあ警察に4歳の男の子が電話してね、えー、と警察ですけどどうしましたかと僕はこんにちはと思れたら、ね、おわりさんがこんにちはとおまわりさんですかって言うとはい、お巡りさんですよとどうしましたかって言うと。 おまわりさんにねおもちゃを用意したのとはえおもちゃを用意してくれたのそううちまで見に来てっていう緊急通報があったらしいんですでで、ね、まあまあ言うたら普通ならこれでねまあ4歳の子やから穏便にしてねはいはい分かりましたよとでもあまりこういうとこ電話したあかんようで終わったそうなんですがこっから神対応をやって言われているのがですねここっからこれを聞いた警察が 無線でですね緊急通報が今あるかないかい,いのをぶわー調べたんですで緊急通報が今なくて対応できる警官はいませんかって呼びかけたら1人の警官が「僕なら行けますよ」っていうのでこの4歳の男の子だってねの家に向かったんですってでその様子の音声をフェイスブックで流してその行かれた警官がおっしゃってるのが「確かに行けてるおもちゃを持ってたね」 <laughs> いうセーでで最後にニュージーランド警察の,の警官がですねその4歳の男の子と彼のご両親に111番は研究の時に使う電話だからね次からはこういうことをしないでねでも君のおもちゃはいけてたよっていう動画やったということなんですねなんかこう洒落れてていいですねもうほんま,あのまあ関係ないけどもうット1個ぐらい食わしたって。 違うレザーなんですがというふうに思った最近のニュースでございましたということで本日もヤージーマストリート、えー、本当にお聴きいただきましてありがとうございましたということで、えー、次回 YouTube ラジオヤージーマストリートパイロット版第14弾でお耳にかかりたいと思いますそれではさようなら

「ふと寂しく涙がこぼれた心が今少年の夏の日を鮮やかに映し出す」